はい、いくかつです。今回は折り紙1枚で蝶々を作ります。簡単なのでお子さんも一緒に作ることができますよ。ぜひ作ってみてください。今回の動画以外にも朝顔や蛇腹折りで作る蝶々など季節の制作に役立つ動画も配信しています。概要欄からチェックしてみてください。それでは折っていきます。縦に折り筋をつけます。左右を折り筋に合わせて折ります。折り筋をつけます。上下を折ります。斜めの折り筋をつけて開きます。上下を折り広げます。下の角を下げます。折り筋で後ろ側に折ります。左右の角を少し折ります。半分に折ります。線の部分で折りたたみます。これで完成です。モールなどで触覚をつけたり羽に模様をつけるとオリジナルの蝶々になります。いろんな蝶々を作って楽しんでみてください。材料です。今回の動画以外にもこれからの季節にぴったりの鯉のぼりやいろんな兜の折り方も紹介しています。概要欄からチェックしてみてください。あなたも一緒に悩まない子育て楽しい保育、チャンネル登録はこちらをクリックです。